どうも、キョピネです。ということで始まりました。いつもと全然ね、何あれが違うから、びっくりしてるでしょう。今全然言えなかったことに今自分びっくりしてます。ということで、ね、無事ね、アンビションズのライブツアー行きました。よかったです。あ、こっちだった。オーマイゴッドファーザー降臨。はい、ということでね、ライブも良かったんですけども、なんと言ってもグッズが最高でした。ということで、僕がね、買ってきたグッズを紹介していきたいと思います。レッツラゴー。はい、ということで、こんだけのグッズを買ってきました。これ関係ねえわ。はい、ということで、買ってきたグッズをね、一個ずつ紹介していきたいなと思います。ラバーバンド全種類と、ワンオクのリストウォッチのブラック。あと、パーカー L サイズ。で、あと、これはね、あっちゃんから買ったアンビションズの T シャツ。で、これもあっちゃんから買ったアンビションズのタオル。MA1。それと最後に、スカイフォール。ということで、一つ一つ見ていきましょう。はい、というわけで、ラバーバンド全種類になりますね。今回のラバーバンドってリバーシブルになってんだね。うん、ここも細かくやってくれていいよね。で、これ4種類と、あとはさ、これリスナーさんからさ、教えてもらったんですけれども、これ友達も買ってて、自分も買えばよかったっていうコメントあったんですけれども、すごいかっこいいらしいです。で、僕これ開けて設定しました。もうこんな感じでね、ここ押すとね、2時34分5時だしね。しかも怖、あれだから鏡になってるから、2時、これゴムなんで、ホコリがつきやすくなってますね。こうやって箱にね、保管しておくのがいいと思います。渋谷ジャパン。今すぐ保管しなさい。保管完了。まあ、これは前回紹介しましたね。アンビションズの T シャツ。それとタオル。生乾きだから超濡れてる。助けてください。で、次に、まあ、こんにちは。じゃんということで、パーカー。パーカーさ、今回すごいのよ。新品独特の香り。これでわかんないよね。これでわかったら神様って呼んであげる。ふわふわしてんの、ここ。ふわふわしてんの。森ってしてんの、森って。ふわふわって聞こえるこれ。ふわふわ。ふわふわって。くせえ。死ぬ死ぬ。あともう一つ買ってます。これ。MA1。MA1。で、今回これ僕の好きなところはですね、このひらひらが好き。スカイフォール。あまりの欲しさに、スカイフォール転売屋から買ってしまって、本当にすいませんでした。10種類のグッズを買いましたっていう動画でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ビビ。